ポケットモンスターズ、ポケットモンスターズさん、大人の実況プレイ、社会人による実況プレイ始めていきます。はい、エテです。よろしくお願いします。今回はね、もうバキバキ進めていこうと思いますので、そこんところよろしくお願いいたします。今までね、今この時間がもったいない。やはり時間がない。社会人は時間がないので、もうサクサク進めていこうと思います。やっぱね、グダグダしちゃうんだよね。普通にやるとね、1年かかる、クリアするのに1年かかる。なので、もう、効率を重視したプレイング。モブキャラにはね、モブには話しかけることすらしない。大人のプレイってのをね、皆さんに見ていただこうと思います。そういったコンセプトで今回は実況していきます。よろしくお願いします。早速喋りかけてしまった。はい。行こう。無視だ。ほんとね、やっぱね、こうやり込んじゃうよね。アローラのポケモン楽しみ。はい、私も早く会ってみたいの。リゾートとしても有名なアローラ地方、暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。アラチャイム、きっとククイ博士だわ。えで、ちょっと出て。はーい。まあ実はね、あのオープニングがあったんだけど、多分そこは飛ばしてるかな。はじめまして。改めて自己紹介を、僕がククイです。よろしく。アローラ地方への長旅お疲れ様。時差ボケは大丈夫かい？アローラと関東は遠く離れているからね。こちら昼で驚いただろう。ククイ博士、昨日到着しましたわ。あ、お母さん、改めまして、ククイと申します。ようこそアローラへ。アローラってのは、だから地方の名前だね。関東地方で見たジムリーダーとのポケモン勝負、今でも思い出せます。あれでアローラのポケモン好きになっちゃって、来ちゃいました。いや、ポケモンの技を研究するためとはいえ、ジムリーダーたちにいいようにやられましたけどね。さてて、隣町に行こうぜ。そこで、島キングからポケモンをもらうんだ。まず、島キングってなんだそれ。島キングは何？ポケモン戦わせたら敵なしのポケモントレーナーさ。リリータウンでは、冒険する子供のために島キングはポケモンをくれるんだ。はあ。島キングってすごいのね。はい、もうとっとと行こうぜ。あ、さっき調べたよそれ、ダンボール。あのね、ほんとガツガツ、今日もね、仕事明けで18日発売日朝ダウンロードしてね、今やってるんですが、もうあと3時間ぐらいかな、今日できんのは。3時間でどこまで進めるか。もう RTA だよね、ある意味。明日も仕事だし、残業だし、27歳、趣味ゲーム実況、代表作これといってなし、ガツガツ進めていこう。もう本当に、準備バッチリね。いってらっしゃい。ポケモンが来る前にママバッチリ片付けておくから。お、いい帽子だね。ぬるー。お母さん、君がポケモンをもらうのが楽しみなんだね。よし、行こうぜ、リリータウン。
シマキングからご機嫌なポケモンをもらうんだ。今回の博士は若いね。若めだね。ここでエテはここで絶対話しかけに行っちゃうけど、もう話しかけないからね。大人の実況プレイってのはそういうことだから。基本的にNP ノンプレイヤーキャラクターには話しかけたりしないから、無視だから。より強いポケモンを手に入れてサクサクとクリアしていっちゃうから、育てるなんて、育てることも大事だけどね。強いポケモンを捕まえて使っていこうと思います。アローラでは人はポケモンと力を合わせて暮らしている。何よりポケモンがいればどこにだって行ける。そのためには早くシマキングに会おうよ。ためにも。さあ、リリータウンはこっちからが近いぜ。何見てんだよ。見てんだよ。なんかね、けどやっぱ最終的にはさ、やっぱサブイベントとかがありそうだったらそういうのはやりたいけどね。いいですね。ほら、アローラのポケモントレーナーが来たぜ。博士、今度おすすめの技教えてよ。本当は決めてるんだろう。君の自慢のポケモンが新しい技を覚えたらまた勝負しようぜ。なんかね、今回 Z 技っていうねやつがあるらしいね。 Z 技、一応ね、公式のその7つのなんか7つのなんだったっけ、なんかそういうのが動画があって見ました。7つの新要素的なね。そしてトレーナーは愛しいポケモンを戦わせもするんだ。いけヤングス、キッショー。おっと、引っ越してきたやつ。今度ポケモン勝負しような。ポケモンがいてくれるからこそのコミュニケーションだよ。さあ、リリータウンは目の前だぜ。なんか色が変なニャースがいたね。リリータウン。メレメレの森、メレメレ島の守り神であるポケモン、カプコケコを祀っているんだ。いや、ひらがなにすればよかったかもしれない。やっぱちょっと見え張って漢字に設定しちゃったから。あれ、おかしいな。みんなここで待ち合わせなのに。今回ポケセン縛ったりしないからね。町の奥、マハロ参道にいるのかも。守り神カプコケコの遺跡があるからね。エテ、シマキングを探してくれないか。僕は行き違いにならないようこの辺りを探すからさ。シマキングはね、見るからにシマキングって感じだからね。なんでなんなんそれ。シマキング、どこ、シマキングいた？いやー、これは違うわ。これは違う。これはシマキングではない。それだけはわかる。ただ、追いかけりゃいいってことだろ？そういうことでしょ？マハロサンド。もうサクサク進めていっちゃうからね。もう本当だったら、ここまで来るのに、本当だったらね、5時間はかかってんね、ここまで。ここまで来るのに5時間はかかるわ。普通にやってたらね。のろまなのかな？誰かに見られたら困ります。この子はオープニングにいたね。
新しいポケモンだ。けどやっぱ新しいポケモンは使っていきたいよね。うん。今までのね、ポケモンもいいんだけど、せっかくだったらね、新しいポケモンを使っていきたい。で、攻略していきたい。このカバン欲しいな。かわいい。ありだわ。89点。どうしようどうしよう。君は私のことよりあの子星雲ちゃんを。けどオイラポケモン持ってないんだよ。右ストレート食らわしてやっか。でも私怖くて足がすくんじゃって。任せる。マジボコボコにしやっから鬼スズメごとき。ボコボコにし、なんだこれ、ゆっくり行けよってやつ。ゆっくりゆっくりゆっくり行っても一緒かい。マジ捨て頃だ捨て頃。ボコボコにしやれ。すごいじゃん。落ちちゃった。何？なんか、何？なんか雰囲気で言ったら、サンとムーン的な感じじゃない？これ、もしかして。だよね。なんか雰囲気そうだよね。力を使おうとして、あの後動けなくなったでしょ。 あんな姿見たくないのです。ごめんなさい。あの時あなたは私を助けてくれた。なのにあなたを守れなくて。うん、どうしたのですか。光り輝く石、なんだか温かい感じです。申し訳ありません。危ないところを助けてくださり心より感謝しております。君はこれあなたの石ですよね。輝く石、なんだこの絵は。なんだ、なんだろう。この子のこと誰にも言わないでください。秘密で、秘密でお願いします。バッグに入ってください。どうしようかな、どうしようかな。まあ、今後の対応によるかな。それは言うか言わないかは。また襲われるかもしれません。身勝手で申し訳ありませんが広場までご視聴してください。はい、行こう、広場ね。を得て、シマキングはいなかったようだが、スケットにあったんだね。助手か、助手。では改めて紹介しようか。こちら、僕の助手。はい、リーリエと申します。リーリエ、出会ったのが、昨日アローラに来たばかりのエテだよ。いろいろ教えてあげてよ。クゲ博士のお知り合いなのですね。よろしくお願いいたします。お願いします。我らの島キング原さんのお帰りだ。守り神に選ばれた男、アローラでも、名うてのポケモン使い。
え、ん、これあれじゃ、え、電気の人じゃないのこれ。あの ORAS の ORAS だっけ、島キングですからな。島の問題が起これば解決に行きますな。で、リリー、何かありましたかな。何やらカプコケコの飛ぶ姿を見かけましたか。あの、原さん、吊り橋の上で鬼スズメさんに襲われていた。この子をこちらの方に守ってもらいました。でも吊り橋は崩れ、谷底に落ちそうになり、そこを島の守り神さんに助けていただいたのです。おお、そいつはすごいぜ。守り神と言われるのも気まぐれなカプコケコの、心を動かしたのですな。くくいよ、素晴らしいことではないか。勇気と優しさを持つ彼にポケモンを託すから、トレーナーになってもらいたいぞ。ここでもらえるのか。島キングの原と申します。ようこそアローラへ。くくいから君のことは聞いていました。お会いできて嬉しいですな。ポケモンたち、顔見せるのですぞ。あー、これ御三家どう。ちょっと実はね、その動画でね、うん、公式の動画で見た。まずは草のポケモン、モクロウ。ほう、飛行、草飛行かな。炎のポケモン、ニャビー。あー、いいかな、いいね、ニャビー。最後は水のポケモン、アシマリ。うわあ、これ、御三家で飛行入ってるってさ、珍しくない？いや、見た目で言ったらニャビーがいい。珍しさで言ったらモクロウ。水の足まりはちょっとない。ごめん。ごめんよ。うわ、モクロウ、モクロウにする、モクロウ。うん。はい。コアラみたい。お互い、選ばれてこそ真のパートナーと言えますな。やんのか、やんのか。それではモクロウは君を選ぶのか見ましょうぞ。モクロウはエテをじっと見つめている、うん、かわいい。あ、ふっふ。草ポケモンモクロウは少しくすぐったそうにしている。うん、お互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ。ニックネームは基本的にはつけない方向でいきます。どうせね、しょうもない名前しか思いつかないのでね。はい、モクロウさんですね。ピュイ、もうはしゃいで。原さんや博士ですから、何かあってもあなたを守ってくださいますけど、普段はバックにいてくださいね。いいポケモンさんですよね。大切にしてあげてください。いいポケモンさんですよねか。いいポケモンさんですよね。そのなんか難しいな。うん、難しい。よし、これでエテも今日からポケモントレーナーだぜ。僕からも素敵なプレゼントだ。ポケモン図鑑。うん、ハイテクな道具なんだ。はい、ありがとうございます。うん、トレーナーパース。早速新しい友達をお母さんに紹介するかい。え？紹介する。お母さんとこ行けってことだね。
大人、エテは大人だから、すぐ察するから、すぐわかるから。